早回し早せなななななな早回し早回し早き、はい、ということで今日はこちら飛びます。じゃん、今パピコ。こちらですね、まさまささんから以前いただいた、なんだっけ、アイスクリームボックスに入ってたパピコです。そうなんです。何味？あのね、紫芋味なんですよ、ね、これすごいよ。汁がね、紫芋、小松菜、かぼちゃ、イエローキャレット、アスパラガス、赤ピーマン、ブロッコリー、ケール、ほうれん草。もういいよもういいよ、分かった、いっぱい入ってんだね。そう、いっぱい入ってるね。すごいね、すごいよね。開けちゃっていい？あはい。でも色的に、おお、ぶどうじゃない？あ、おお、シェア、君どれ、君どれ。はあ、もうちょっと面白くしてよ、つまんな。はい、ということでね、こちらね、紫芋味のそのことでね、ケイト先生、芋味大好きですよね。はい。じゃあ先にレビューをね、お願いしたいですよ、やっぱ。はい。え、もういいと？もういっちゃう？いいと？いいと？どうぞ、どうぞ。どうですか？芋の味しますか？Oh my goodness, this is so good! 冷た。うん。アイスだからね。うん、うまい。めっちゃ芋だよ。本当に？うん。ぶどうの味しない？うんうん。あ、そう。じゃあいただきます。めっちゃ芋だ。もろに芋じゃん。Wow! That's 芋。どうですかこれ、イモランドで、イモ博士、ポテト博士、どう思いますこれ。すごいわい。素晴らしいですか、うんうん、素晴らしい。思った通りですか。思った以上。何も思ってなかった。あ、そうなんだ。そうかそうか。ということでね、ちょっと手が冷たいんですけれども、いや、すげー美味しい。よし、じゃあ、まさまささんにお礼言いましょう。 How does it taste exactly like イモ？いただきます。わかんない。いくよ、せーの、まさまささん、うますぎ。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。